いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、スーパーゲームショップスーパーゲームゲームへようこそ。いや今年の夏もバイトかよ俺。せいや、いやでも今年は違う。バイトで金を貯めて夏の間に海に行く。そこでスイカ割りをやる。右右左左、右右左左、前前前前前、そこで偶然出会った女の子とゴツロー、そこから始まるラブロマン。トゥーロー、これを狙ってます。絶対海に行く。にしてもお客さん入んねえなおい。せいや、これじゃバイト代出なくて金になんないわ。店長、店長、今日珍しく店長いるんだよな。いつもパチンコ打ちに行ってるくせに。雨でも降る。店長、ちょっと自分外行ってお客さん呼び込みしてきますわ。なんすか、呼び込み用の秘密道具がある。これ使いましょう。店長、ちょ本当にこれで合ってます？プレイステーション5って書いてますけど、なんか昔繁華街にこういう人いましたよね。なんかその電話番号とか書いて、これで行くの？まあいいか、目立つからいい。店長やっぱこれダメです。これなんかね、変な目で見られるし、おまわりさんにも注意されま。店長、店長どこ行ったんだ。店長、店長、なんかあれ、ぬいぐるみが1個置いてある。店長、店長、店長ってなわけねえか。店長いないことの方が当たり前だからね。それでは聞いてください、デビューシングル店長なんていらない2023。ダダダスタッ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 、オレンジの交差点が緑に変わった、その時ダダダダダッタ。いらっしゃいませ。ちょ待って、どこから見てたの、ちょどこから見てたの。俺がダッタ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 ってやってた時にはもういたよね、そこにね。ないわ、ちょっと先に止めてくんないと、恥ずかしいことやる前に。お客さんいますよって一言言ってよ。まあでもとりあえずね、今うちの店来店してくれた方にログインボーナスあげてるんだよね。ぜひもらってって。せよ、これいらない。あ、そう、あ、持ってるもん。やるじゃないか。え、何、全然動画の本題に行かないじゃないかって。そうだね、見てる人も多分今頃イライラしてると思うんだよね。今日は何のゲーム探してたんですか？あ、夏休みだから PS5 でゆっくり遊ぼうと思ってゲーム見に来たと。だけど PS5 を買ったばかりで、どんなゲームを選んでいいのかわからない。ああ、そういうことなら、おじさんに任せ、お兄さんに任せなさい。 PS5 で遊べるゲームってめちゃくちゃたくさんあるんですけれども、今年の夏だからこそ遊んだ方がいいっていうゲームもいくつかあります。ちょっとよかったら何本かおすすめしてみますので、気になるのあったらぜひね、検討してみてください。今日の動画ではいくつかのカテゴリーに分けてちょっと紹介してみようかなと思います。まずは日本の RPG、今まさに PS5 で遊ぶんであれば、これ一番におすすめしたいなっていうゲームがあるんですよね。それがこれ、ファイナルファンタジー16。 テレビでもコマーシャルやってるし、この名前を聞いたことがない人はほとんどいないよね。まあ RPG っていうか、まあほとんどアクションに見えますけどって言われたら確かにその通りなんだけど、今年発売したばっかりの一番新しいファイナルファンタジー、戦闘が今までと違ってよりアクションになっているんだけれども、ファイナルファンタジーの世界観、召喚獣が出てきたりチョコボが出てきたりといったシリーズが好きな人にはたまらない要素がギュッとしっかり詰まってる。っていうかやっぱりファイナルファンタジーはムービーがすごい。このゲームのムービーシーンもめちゃくちゃすごいんだよね。ゲーム全体を通してムービーの時間っていうのはかなりあるんだけれども、まるでドラマとか映画を見てるかのような感覚で見ることができるんだよね。それどころかキャラクター同士のちょっとした会話もカットシーンになっていたりして、ストーリーがすっげー入ってくるんだよね。割とベタな演出、ベタなセリフで王道的な演出をふんだんに取り入れてるんだけれども、だけれどもストーリー自体はかなり考察の余地のある味のあるものになってるんですよ。で、あ、え、ストーリー難しいの、分かりにくいのって思うじゃないですか。このゲームストーリーを味わうためのシステムが用意されていて、人物の関係性や細かい単語の内容やストーリー進行によって変わっていくキャラクターの変化なんかもめちゃめちゃ分かりやすくなるようにできてるんだよね。このゲームのアクションがめちゃめちゃやりごたえあって楽しいんですよ。ただアクション苦手な人でもキャラクターにアクセサリーを装備させることでアクションの操作が簡単になるようなシステムになっているので、アクションが得意でも苦手な人でも楽しめるようになってますね。やっぱりファイナルファンタジー16だよね。いや、私もね、クリアした後ね、しばらく放心状態だったもんね。今一番みんなが盛り上がってるタイミングなんで。ただファイナルファンタジーっていう点で言うと、今この夏に遊んでおいた方がいいゲーム他にもあって、クライシスコアファイナルファンタジー7リユニオン、去年の暮れに発売されたゲームなんだけれども、結構昔に出たゲームをグラフィックを新しくして作り直したゲームなんだよね。
ファイナルファンタジー7に出てくるキャラクターのスピンオフ作品になってるんですけれども、いやー、エンディング泣いちゃったよね。なんでこれを今遊んだ方がいいかっていうと、冬にファイナルファンタジー7リバースが発売される予定なんですよね。ファイナルファンタジー7のリメイク3部作となっていて、そのちょうど2作目にあたる作品なので、ファイナルファンタジー7にまつわるどれかの作品に触れておくと、新しく発売されたゲームが遊びやすくなるかもしれないので、この夏のうちから取り掛かっておくとね、非常にいいんじゃないかなって思ってます。これまさに今だからこそ。でもそういう意味で言うと、このゲームもちょっとおすすめしたいですね。龍が如く7光と闇の行方インターナショナル。龍が如くも日本ではもうめちゃくちゃ有名なコンテンツになっちゃいましたよね。ヤクザを題材としたゲームになってるんですけれども、その怖い感じっていうよりは、もっとこうね、任侠にあふれる、正義感あふれる、なんかちょっとおかしなこと言ってるねでもそういう感じのやつ。龍が如くのシリーズはね、ストーリーめちゃくちゃいい。この龍が如くセブンも、いや、ストーリー気になって途中からゲームやめられなくて朝までやっちゃったもんね。龍が如くといえば、もともとアクションのバトルになってるんですけれども、この龍が如くセブンは今までのシステムと大きく変えて RPG になった作品になってます。なのでじっくり遊ぶことができるんですよね。まあ、もちろんアクションの頃に比べると戦闘のテンポは少し劣るんですけれども、でも RPG でもすごいテンポのいい戦闘になってるんですよね。戦闘中に敵の攻撃をジャストでガードするような、バトル中に操作を要求されるような良さとかもあるので、都度ね、戦闘がね、手に汗握ります。龍が如くなのに主人公がジョブチェンジしちゃいますから。ジョブチェンジはどこでするかっていうと、ハローワークで、これも結構前のゲームなんだけれども、なぜ今遊んだ方がいいかというと、今年龍が如くセブン外伝作品が発売されるんですよね。従来の龍が如くシリーズの主人公桐生一馬が戻ってきた新しい作品となっております。戦闘はね、これは RPG じゃなくてね、アクションにまた戻ってるんですよね。龍が如くもたくさんのシリーズが出てきてますけれども、まあ、主人公が変わったタイミングのこのセブンっていうのはとっつきやすくなるかもしれませんし、これを遊ぶことで今年の新作が遊べるようになります。これ最高でしょ。でもあれだよね、夏休みっていうことは時間がめちゃくちゃあるっていうことですよね。なら終わらないゲームを紹介したいですね。それはこちら、ディアブロ4。これもね、今年発売されたゲームで、ハクスラといえばこのゲームっていうようなゲームなんですよね。見下ろし型の画面で、すっごいたくさんの敵をわら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 って出てくるんだよね。キャラクターのスキルを使ってそいつらをボッコボコに倒していって、たくさん出てくる戦利品の中から新しい装備を手に入れて、どんどん自分の装備を更新していって、キャラクターを強化していくっていうところがすごい楽しい作品になっています。ゲーム画面見てるだけだとちょっと地味に見えるかもしれないけれども、各ボタンにスキルを割り振っていて、スキルはクールダウン制で、一度使ったらクールダウンが終わるまで使えないっていうタイプで、戦略性とちょっとしたアクション性も必要になってくるんですよね。キャラクターにはいくつかのクラスとたくさんのスキルが用意されていて、一人のキャラクターをどんなキャラクターに育てていくかっていうのを考えるのもすごく楽しかったりします。ゲームにはエターナルモードとシーズンモードっていうのがあって、エターナルはずっとゲームを遊び続けることができるモードなんだけれども、シーズンっていうのは3ヶ月に1回リセットされる、まあ、ライブサービス型のようなゲームプレイになっていて、最近始まったばっかりなんで今めちゃくちゃ盛り上がってるんですよね。決められた期限の中でキャラクターをどんどん育てていって、その先に何が待ってるかは気にしない。 MMO のゲーム性があって、広いマップの中に他のプレイヤーたちがたくさんいたりするんだよね。ゲームにログインするとなんか盛り上がってる感じ、すごい感じで楽しくなると思いますよ。手塩にかけて鍛え上げたキャラクターをみんなにアピールしちゃうっていうのも楽しいですよね。ディアブロは本当に世界中でめちゃくちゃ人気のあるコンテンツで、1000万人以上がもう今遊んでるらしいんだけれども、日本だとまだそこまですごいメジャーな作品じゃないですよね。日本のめちゃくちゃメジャーな作品でずっと遊べるゲームといえばこれがありますよ。モンスターハンターライズ、まあ、言わずと知れたモンハンですね。モンスターハンターライズ自体は任天堂スイッチでもっともっと前に発売されていたんですけれども、プレイステーションで登場したのは今年からなんですよね。なのでまだ始まったばっかりとはいうものの、このゲーム自体の研究は進んでるので、今から遊ぶ遊び方としておすすめなのは、もう攻略見ながらサクサク進めていくのがいいんじゃないかな。どんな武器を作ってどんなモンスターを倒していくのか、まあ、そこを考えていくのも楽しい時間だったりはするんだけれども、モンスターハンターライズ拡張コンテンツのサンブレイクとかも一緒に入れちゃうと、コンテンツかなり膨大になってくるので、それこそ後半はもう終わらないコンテンツみたいになってきちゃうので、早くそっちの方に追いついちゃってコアな部分を楽しむために突っ走るっていうのもありじゃないかなと思う。いや、攻略見ながら遊ぶゲームも楽しいよね。
各モンスターハンターシリーズの中でも最も遊びやすい作品となっていて、狩りに出かけるための準備みたいな項目がかなりはしょられてるゲームなんですよね。何の準備もせずにモンスター狩りに行っても、まあ、現地でなんとかなっちゃうみたいになってたり、移動がサクサクで、しかもモンスターも見つけやすくなってるので、本当に強力なモンスターと戦うっていうその一番楽しい部分にぶっとフォーカスを当てた作品となっていますね。ここでリハビリしておけばやがて来るまた新しい次のモンハンとかもスッと入れるかもね。スッと。時間があるなら死にゲーに挑戦してみるっていうのもおすすめですよ。エルデンリング、やっぱりね、プレイステーション5遊ぶ上でこのゲームは外せない。去年めっちゃめちゃ売れたゲームで、ゲームオブザイヤーにも輝いてるんですよね。これ日本のゲームなんだよ。ゲームを始めるといきなり広大な土地に放り出されます。どこに向かうかは全部プレイヤーの自由、どこに行けば何があるのかっていうのも全然わからない状態で、すっごい広い世界を旅していくのってとてもワクワクします。見に行った先には大体なんかあります。訪れたちには大体強敵が待ってます。この強敵がマジで強い。倒せるまで何回もリトライしてもいいし、違うところに行ってキャラクターを強くしてきてからもう一回戻ってきてもいいし、一つのアクション RPG のゲームをこれだけ自由に遊ばせてくれてるゲームってめったにないですね。初めてゲームプレイしたら大体の人が余裕で100時間以上のゲームプレイ時間を要すると言われております。そんなゲームめったにないですよね。なんでみんなそんなに時間がかかるかというと、ボスキャラが難しくて何回も死にまくっているからっていうだけじゃなくて、世界のあちこちを見て回りたくなるんですよね。気になるところがあっちこっちにある。死にゲーとしての側面だけではなくて、探索するワクワクみたいなものを存分に味わえる作品となってます。まあ難しいゲームだからといって、実はアクション自体は操作が複雑っていうことは実はないんですよね。アクションゲームの中でも操作は非常にシンプルな方なので、あとは敵のことをよりよく知れば倒せる、そういうタイプの難しいやつ。高い達成感を得られるようなゲームだとフロムソフトウェアのゲームがとてもおすすめなんだけれども、エルデンリングが気に入ればダークソウル3とかその辺をさらに遊んでみてもいいかもしれませんが、またちょっと違った路線のゲームもあって、セキロシャドウズダイトワイス、これはね PS5 版っていうのはなくて、厳密にはこれ PS4 のゲームなんだけれども、でもせっかくだからねおすすめしちゃいたいです。エルデンリングとかダークソウルとは違って、戦闘で重要になってくるのが敵の攻撃を刀で弾いて返していくっていうこと。それはタイミングよくボタンを押さなきゃいけないっていう、操作的にもかなり難しい部類のゲームになってきます。だけどこの敵の攻撃を弾いていくっていうこの操作が一定のリズムで成り立っているんだなっていうのを理解した途端に、敵の攻撃を弾くのがとても気持ちよくなるんですよね。このゲームもめちゃくちゃすごい絶妙なバランスで作られていて、初めて挑んだ時倒すまでに6時間以上かかったボスが2回目以降のチャレンジはあっさり倒せてしまうことなんて多々ある。それどころか強力な相手を圧倒して倒すこともできるようになっていくんですよね。どういうゲームバランスになってるんだろうってすこぶる謎ではあるんですけれども、まあでもエルデンリングもセキロシャドウズダイトワイスも本当によくできたゲームなので、まあ、ゲームが好きならどこかのタイミングで一度はぜひね触れておきたい作品かもしれないですよ。ただですね、セキロに関しては PS4 版のゲームなのでロード時間がちょっと長いっていうのだけ気をつけてください。 PS5 の爆速ロードに慣れてるとかなり長く感じちゃうかもしれません。アクションみたいな手に汗握るようなゲームもいいんだけれども、じっくり遊ぶ大人のゲームもいいですよね。ストラテジーゲームなんていうのはいいかもしれません。今年ねすごくハマったゲームがあって、それがこちら、ストランデッドエイリアンドーン。これは未知の惑星に宇宙船が不時着しちゃって、その未知の惑星で基地を作って生存していくっていうゲームです。最終的にはその惑星から脱出するところまで行けちゃったりするんですけれども、これがめちゃくちゃ面白いんだよね。何もないところにシェルターだとかちょっとした建物だとかそういうのがどんどん出来上がっていくっていうのもとても楽しかったりするんですけれども、これね一定の間隔で敵が攻めてくるんですよね。そう、未知の惑星だからなんか怪しい生物がいたりするんですよ。そいつらから身を守るために防衛の柵を立てたりタレットを立てたり、未知の惑星ではあるんだけれどもやがて電気を引いたりして生活はどんどん快適になっていく。だけれどもやることは山ほどあります。黙ってるとクルーの幸福度はどんどん下がっていってノイローゼになっちゃいますし、食べるものがなかったらどんどんお腹が空いていきます。
クルーの中には肉を食べないなんていうクルーもいたりするんですよね。マジでやること盛りだくさんなんですよね。最初は4人のクルーも惑星を探索するうちに別で遭難していたクルーと合流したりとかして人数も増えていったりするんですよ。まあじっくり遊べる大人のストラテジーとか言っちゃったんだけど、かなり忙しいやつです。あ、でも時間とか止められるからじっくり考えながら遊んでみて。まあ宇宙もいいんだけれども西洋風のストラテジーもいいよね。マウント&ブレード2バナーロード、これもすごいいいゲームですよ。広いマップにいくつかの国があって最終的には統一していくっていうようなゲームなんですけれども、主人公は最初ただの一人、国の王様でもなければどっかの軍隊の偉い人でもありません。そのたった一人の主人公が傭兵を雇いどん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 勢力を拡大していって、どこかの国に仕えてもいいし自分で国を起こしてもいい、お金を貯めるために野党を倒してもいいしクエストを受けてもいいし家事をこなしてお金を貯めてもいい、各国の闘技場で名を馳せるなんていうのもありかもしれない。ある国から安く物資を買って別の国で高く売るっていう交易をやってもいいかもしれない。このゲーム主人公何にでもなれちゃうんですよね。それでいながらこの戦闘の迫力、自分が率いてる大量の軍隊と相手が率いる大量の軍隊が目の前でぶつかり合います。しかもこれ自分の軍隊に指示を出して自分の思い通りに動かすこともできるんですよね。でもそこまで行くには結構ゲームに熟練しなきゃいけないかもしれないんですけれども、でもこれ一度遊び出したら時間忘れてどっぷり使っちゃうんですよね。ストラテジーゲームが好きな人はもうこのゲーム画面の見た目に心つかまれるものがひょっとしたらあるかもしれません。ただね、最初のうちは結構操作がわからなかったり何をやればいいかわからなくて、ひょっとしたらゲーム始めてすぐに投げ出しちゃうことがあるかもしれない。実はね、何を隠す、私がそうだったんですよ。一度遊んでちょっとよくわかんないなって言ってやめちゃったので、その半年後ぐらいにちょっとしたきっかけでもう一回遊んだ時にその時にガクーンってハマっちゃった。なのでゲーム側から突っ張られる可能性もあるっていうことを十分考慮した上でこちら側から歩み寄っていくと、ひょっとしたら楽しい時間が過ごせるかもしれません。やば、ストラテジーゲーム紹介するとやっぱなんかマニアックな話になっちゃいますよね。じゃあ確かな名作をおすすめしたい、それがこれ、マーベルスパイダーマンリマスターの、これプレイステーション4のゲームで一番売れたゲーム、それがスパイダーマン。ゲームではスパイダーマンになりきってこのスパイダーマンのアクションがほんとすごいんだよね。もう街中ビュン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 駆け回るわ。スパイダーウェブを使ったアクションはすっごい多彩、敵に全方位囲まれてもプレイヤーは難しく感じることなくそれに反応することができるようなシステムになってて、これほんとよくできたアクションなんですよね。あ、まあでもゲームの操作に慣れるまでは結構ひょっとしたら難しく感じることもあるかもしれないんですけれども、まあ、ゲームで遊んでいてね、どん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 慣れていくとスパイダーマンが自分の操作でどんどん強くなっていくっていう、その感じもねすごく楽しめると思います。スパイダーマンにはいろんなスーツがあったりもしますしね。 PS5 で遊ぶのであればPS4 版のスパイダーマンではなくて PS5 用に作られたスパイダーマンリマスタードを遊んだ方がよりね画面が綺麗に見えると思いますので、そっちの方がおすすめです。なんで今これを遊ぶべきかっていうと、まあもう皆さん察しがついてるかと思いますけれども、スパイダーマン2が今年発売します。プレイステーション5の性能をふんだんに生かしためちゃくちゃすごいアクションがまた楽しめるんですよ。スパイダーマンって、まあ、日本でも映画がすごい人気があったりするんですけれども、スパイダーマンの映画見たことないとかスパイダーマンのこと全然知らないっていう人でもすごくとっつきやすいストーリーになってるんですよね。っていうことがこのスパイダーマンリマスタードをプレイするときっと感じ取ることができると思います。初めて触れるスパイダーマン作品がこのゲームでもいいんじゃないかなと思ってます。楽しかったならばたくさんあるいろんなスパイダーマンの映画のどれかをまた見てみるのもいいかもしれないですよね。そういう意味ではこの後のゲーム作品だけじゃなくていろんな映画も見たくなるっていう、本当にね楽しみがめっちゃ広がるので、この夏のうちにねスパイダーマン漬けになっちゃってもいいのかもしれないって思ってます。いやー、オープンワールドのゲームって本当楽しいですよね。オープンワールドのゲームならこれも進めたいな、これも進めたいな。それはこちら、ゴーストオブツシバディレクターズカット。これも PS4 の時に出てたゲームなんだけれども、 PS5 向けにディレクターズカットが発売されてます。 PS5 で遊ぶのであればぜひこのディレクターズカット版を選んでみてください。このゲーム海外で作られたゲームなんだけれども、日本が舞台となっていて日本の封建時代を舞台としてるんですよね。現行対馬にモンゴル帝国が攻めてくる、それを対馬に住む一人の侍がそいつらを倒していくっていうですね、かなり熱いゲームです。侍としての誉れを取るのか、
対馬を守るためにクロウドとなるのか、すっごい分かりやすくでも奥深いストーリー。それだけじゃなくてこのゲームもアクションがものすごい、刀を使った剣撃がめっちゃくちゃ気持ちいいんですよね。日本の時代劇も大いに参考にして作られたこのゲームは1対1の切り合いとかもゲームにあったりするんですよね。これがもう本当にね、ジャーってなる。大事なこと言うの忘れてたんだけれども、景色めちゃくちゃ綺麗なんで、自分の愛馬に乗って島を駆け巡ってるだけでもめちゃくちゃ楽しい。ゴースト・オブ・ツシマはここ数年の間で新しく出たゲームとしては日本でも非常に人気の出たタイプなので、これもぜひでチェックしてみてほしいなって思います。いやー、多分新しいの出るんじゃないかな、ゴースト・オブ・ツシマもね、多分新しいの出るんじゃないかなって思ってます。今のうちに遊んどこう。どう？いろいろおすすめしてみたんだけども、どれもプレイステーションの中ではすごくメジャーなゲームタイトルばっかり。まあストラテジーのところはちょっと置いといてる。あれちょっとマニアックなタイミングでしたけど、興味が湧くゲーム見つかりました。買ってってたくさん買ってって、そしたらもう給料いっぱいもらえて海に行けるから、海にで海に行ったら海の家とかでね、なんか女の子ナンパしてね、なんかすごいなんか仲良くなっちゃったりなんかして、楽しい夏は送るからさ、なんかすごいたくさん買ってって。え、あ、 PS プラスのエクストラ会員に入ってゲームカタログの中からゲーム遊ぶから今回はいい。それですごいいい。それすごい。夏休み時間あるならそれでゲーム選び放題。それがすっごいいい。すっごいいい。ありがとうございました。